1日目ですけれども、はいはい、どうですか。そうですね、今日上着しますね。はい、そうです。ふやか、ふやか、呼んでるよ。あ、お疲れ様です。よう、どうしたんだい。あの質問がありまして、ちょっと日高さんに、ともよんさんからですね。なんか読めるもん。神戸のモノマネしてください、うん、ほら、なんかそういうのだと思ったもん。はい、神戸のモノマネします。なんで追うんだよ。なんで追うんだよ。神戸のモノマネしてください。やるね。パクりました。以上、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。勉強になりました。マジで、はい、よかった。俺が判断しよう。よろしくお願いします。あ、なんて言いました。あ、そうです、1日目ですけど。なんて言いました。すいません、1日目ですけど。1日目、はい、神戸公演1日目。神戸、ここの会場久しぶりなんで、はい、去年はワールド記念ホールであったんですけど、今年は久しぶりにこの皆さんを近くに感じられる会場なんで、1日目も盛り上がっていけたらいいなと思います、はい、ありがとうございます。それでは早速皆さんからいただいた質問ですけど、さやかさんからですね、はい、神戸の好きなところを教えてください。神戸の好きなところ、食べ物が美味しいところと、はい、あとお客さんの盛り上がりが熱いところ。暖かいところじゃなく熱いところ。昨日なんか食べられたりしましたか。昨日はいつも必ず行く神戸牛のお店に、はい、必ず神戸の時は前の日に入ってそのお店に行くんですけど、はい、そこで神戸牛を豪華に、豪華に、いいですね、はい、美味しかったですか。超うまかったです。チーム脱力組さんからどんな名前ですかそれは。どうして髪色をピンクにされたんですか、はい、という質問。なんかピンクにしてみたいなと思って、はい、どうですか。いや、すごいいいと思います。なんかいろんな色悩んで、青とかもいいかなとか、はい、緑もいいかなとか考えたんですけど、まずはピンクにしてみようかなって。すごい、どん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 やっていくうちに、あ、これじゃ足りないな足りないなってどんどん濃いピンクになってます。なんで西島さん、ぜひ。西島さん、ぜひ。ぜひ何ですか。ぜひ話を、質問に答えろよ、ね、ぜひ。いきます。答えるよ、ぜひ。ぜひ答えろ。たくみさんからです。たくみさん、僕は、たくみですね、はい、わざわざたくみ、はい、僕は西島さんみたいによく滑るのですが、滑った時の対処法をお願いします。聞く人を間違えてます ね、 そうですね。対処法なんてあるわけがないから、あるわけない、あるわけないから永遠に滑ってるんですね。そうですよ。そういう時は大きな声をボンって言って逃げるが勝ちです。あー、ボーン、待ちな。ほら、こういうことになる ね。残された人が滑ったみたいなことになるでしょ。確かにそうですね。どう、今どう思いました。正直ムカつくと思ったでしょ。いや、なんか大きな声大きな声を出してっていうのが対処法なんですよね。でも今大きな声を出してちょっと滑られたので、ね、ちょっと残された側としてはふざけんなよってことになりますよね。うん、そうですね。イライラしないで。ほら、イライラするでしょ。はい。あ、ね、すいません。だからね、この匠さん、はい、あなたが質問する相手を間違えていますよ。申し訳ございません。すいません。ありがとうございます、はい、滑られたら浦田君たちはどうしてるんですかっていう質問。あ、そうですね。ちなみに滑られたらどうされてる。この人ですか。もう苦しくでしょうがないですよね。練習が、うん、練習が滑った時のうちらの気持ち、うん、心は泣いてます。僕らは大泣きです。そうなんですね、はい、でもみんな優しいんで、また神さん撮ったね。ね、すごい、うん、私も見えました、初めて。見たら、シュッ、ね、さあ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 、はい、すいません。とことん滑るっていうのはこういうことを言うんですね。あ、素敵ですね。素敵ですね。はい、それでは今日一日頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。